はい、こんばんは、ヒヨです。では、サイバーパンク続きやっていきましょうか。Hey Siri、 40分だったら教えて。はい、ありがとうございます。そしたら、ジャーナル、これだっけ？賄賂の隠し場所に行くという、これね。とりあえず行きましょうか。そしたら、それが終わったら、いい加減、進めようか。ミリテクのエージェントと会う。これまっすぐ行ってもつかない？まっすぐ行ったら結構近いんじゃない？あれ？そうでもない？あ、そうでもあるか。あ、なんか超強いのがいる。こいつはいける？でも待って、こいつ前どっちにしてもじゃない？やる？ふふふふ。ふふふふ。しばします。時間稼ぎしたって。オーバーヒート。こいつが高いんだよな。オンラインじゃない。うちで子供が待ってんだから、さっさと出てきて終わらせようじゃないか。めちゃめちゃ強いけど。見えた。バレた？バレた？つまでもだって。知らない。ヒュ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 。逃げれ逃げれ。追ってきてる。めっちゃ音聞ける。
めっちゃ追ってきてっけど、めっちゃ追ってきてんじゃん。うわ、いた、こっちもいる。職務を全うしろ。職務？でで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 。痛い痛い痛い、引かれてる引かれてる。逃げ切れねえかな。結構いけたんじゃない。そうでもないそうでもない。あ、やばい。ふう。応戦する。うわ。あの争いに首突っ込んじゃダメなのかな、やっぱり。やっぱり。なんでこっちが悪者だったんだろう。まあいいけどさ。ここだよね。ちょっと待って、あとこれか。場所一緒だな。ただ市民を救おうと思っただけだもんな。なんか落ちるし、釣りか。こいつなら別に楽に倒せるんだけどな。
どうやって登るのそこ。登れないけど、これじゃあ。あ、そこから登ってくのね。どこに隠れ家作ったら腕怪我したら来れないじゃんね。お？これだけか？これだけか。じゃあいい加減。あ、ここにもある。アクセスポイントありそうだけどな。気のせい？よし、別に今こいつらに手出してもしょうがない。さてさて、What？車乗ったいな。お？さて。お、早速。じゃあ
あれ？これでいかが？で、ピンク。おー、上があれね。アクセスポイントね。死んで。これもブリッジプロトコルができる。で、かく乱。誰かいるね。気配がする。さすがだね。正解だよ。オーバーヒート。忍者ごっこはおしまいにしようぜ。断る。あとどこだ敵。ここに隠れてやがる。結構だな、結構だな。こうだな。かく乱。で、おびき寄せて。オーバーヒート。正解だ。いた。市民か。敵だ。やばいやばい、見られてる。その時点でダメな気がするけどな。わーい。あ、どこに隠れやがった。オーバーロードできないかな。まあいいや。ネズミがいるぞ。あれ？オーバーヒート。OK。
この市民の人は一体何をしてらっしゃるの？こんなところにオーバーロードできる電子レンジがあった。はい、大丈夫だよ、別に心配しなくて大丈夫だよ。アイテムをゲットして、アイテムをゲットして、それもゲットして、あれ、予約か。オッケーオッケーオッケどうやって登るの？これか。よし、オッケーオッケーオッケー。で、スイッチをいただく。 1CEQEQ。EQ1C EQ1C EQ1C EQ EQ EQ1C EQ EQ OK。稼いだな。で、そう、インベントリを整理して、スマートリンクを待つ。スマートのショットガンとかって本当にちょっとえぐい気がするんだけど。で、あとは
いらない、いらない。正直あんまりいらない。ほうほう。スロットは一応あるのね。パーツがないけど。いらない、いらない、いらない。とりあえずこんなもんか。よし、じゃあミリティクのエージェント会いに行こう。遅かったじゃないかって言われそうだな。あ、そのとこで会うの？あ、そう。待たせたな、遅くなったな。だいぶ時間経ったと思うけど。こんにちは。電話してきたのはお前か。わしだ。あれ？そうじゃよ、そうじゃよ。アクセスする。提案がある。お？ガキが私を脅迫するなんて100年早いんだよ。脅迫などしらんよ。なんとか言ったらどうだ。話しかしたいだけだ。何がな？質問に答えてもらうよ。嘘はすぐに分かる。一人で来たのか？イエス。一人で来たよ。ああ、俺一人だ。事実です。周囲を捜索しろ。どうぞ。次の質問だ。コンボイの情報はこのクズアンソニー・ギルクリストから聞いたのか？こいつとのつながりは？いや、違うけど、そいつは知らん。そいつ？会ったこともないね。本当です。物がどこにあるかは把握してる。手を貸してもいいが、こっちにも条件が。うん、言っただろう。私はスパイなんかじゃないって。黙らせろ。今すぐ私を解放しないと。てか、そいつは誰だ一体。かわいそうな。そいつは解放してやれ。話を聞くとしよう。おっと、フラットヘッドを手に入れた。コンボイを襲った奴らが持ってる。ボットをくれるなら奴らの情報をやる。連中へのアプローチ方法は？力ずくで奪うこともできるが、向こうはボットを売る気でいる。取引してもいい。なら後者で行け。ただし条件がある。支払いにはこちらの金を使え。いいのか？なるほど、分かった。それで行こう。支払いにはそのチップを使うこと。それ以外は考えるな。分かった。少しでも妙な真似をしたらただじゃ置かないよ。ほう。
不幸をやめておけ。こいつはもう死んだも同然だ。道連れにされるぞ。道連れ。CEQ あ、マルウェアコピー、データマイニング BDBD FF55 BDBD FF1C ないか。あら。これ1回しかできないよね、きっとね。そっか。マルウェアを取り除くことを考えるべきだったか。まあまあまあ、なんとかなるでしょう。ジャッキー、いた。来たか。どうなったか聞かせてくれ。うん。またですまん。またすまない。いいさ。でお袋も言ってたからな。ティーバグの方はどうなってる。話はしたのか。デックスの山だって伝えたらやる気満々だったぜ。もう準備を始めてる。なんでだってバグはデックスが休業する前からの中だからな。へえ。レクスはもうメールストロームにボットの代金を支払ってる。問題は連中がおとなしく商品を渡してくれるかどうかだ。前払いしたのがバカだな。まあいい、いずれにせよ手に入れなきゃ始まんねえ。それで作戦はあるのか。へえ。ミリテクの金でもう一度支払う。ミリテクと協力することになった。確実にボットを買い取るため金を預かってる。使っちまうには惜しい大金だな。変なこと考えるなよ。この金は預かっただけだ。とはいえ取引がどう転ぶかわからないけどな。うん。じゃあ早速虎穴に入るか。よし行こう。ああ行くぞ。よし、じゃあちょいとお邪魔させてもらうとするか。しかしよ、なんでよりによってこのサイボーグどもと。ギャングなんてどれも一緒だろ。だな。バレンティーノスを見ろ。神と聖母の教えに従い、何よりも敬う心ってもんがある。目的と流儀、何が許せて何が許せないかがはっきりしてる。だがメールストロームはまるで得体が知れねえ。挨拶しようぜ。あは。こんばんは。誰だよお前ら。
デクスに呼び出せ。デクスに言われてきた。ロイスは。メインルームに来い。待ってたぞ。ほう。ほう。もうとりあえず普通に行こうか。場所だ。観葉植物が足りねえけどな。たくよ。これじゃあ要塞と変わらねえな。本当だな。しかし、食品工場にしては過剰な防衛設備だな。全部例のコンボイから奪ったんだろう。間違いねえ。死体にたかるウジ虫みてえにな。ミリテク社製か。超高級軍用ハードで身を固めたイカルサイボーグどもと取引が楽しくなりそうだ。なんか缶詰がいっぱい落ちてるけど。いいのか、いろいろ落ちてるぞ。さて、遠回りした今。気のせいか。お。大人地雷、指向性産卵か。いい趣味してるな。大げさだな。レーザー地雷。技術7あれば取り除けるってこと？いうこと？ではない。技術フリムだ。暗くてよく分からんけど。あれ？
どっから登った？あそこか。暗いな。オープン。落ち着け。ビビらせようとしてるだけだ。焦んな焦んな。冷静にな。相手の縄張りだってことを忘れるな。忘れてないぜ。フラットヘッドもらえんか。モデル MT0D12、 通称フラットヘッド。それが何だってんだ。代金を支払ってる。俺は受け取りに来ただけだ。必要ならロイスと直接話をしてもいいんだ。いや、俺と話せ。俺はダムだ。誰だお前は。座れ、そこのソファで。ほう。座れ。お前もだ、デカブス。俺はいい。何かぶつけて。ソファに座れっつってるだけだろうが。断る。いい度胸してんじゃん。座らねえと頭に鉛をぶち込む。ジャック、一体どうしたんだ。こいつの態度が気に食わない。確かに。それに腰を下ろせばいざという時に動けない。座らねえと頭に鉛をぶち込む。ジャック、座れよ。ろくなことにならねえぞ。くっそ。さて。なんだ。ケーキ漬けと行こうじゃねえか。ほらよ。中身は。スキーフだ。一切不純物なしのな。ブラックレース。そうそう手に入るもんじゃない。いいつてがあるんだな。そんなすげえのか。エンドルフィンとアドレナリンが増加して痛みも感じなくなる。精神をやられるくらいの強烈なトリップらしい。企業戦争でも同じものが兵士に与えられてた。サイバーサイコの餌みたいなもんだ。ベイプなら効果を殺さず口当たりがメロになる。ほら吸えって。遠慮しよう。遠慮しとく。真面目かよ。真面目だ。さてと、こいつがフラットヘッドだ。モデル MT0D12。 さて、ミリテクに追跡されたりしないだろうな。ミリテクに追跡される可能性は。そもそも追跡しようがねえ。ほう。 GR ナンバーを削除してアクセスロックもこっちのソフトで解除した。連中には何もできねえよ。なるほど。確認したい。しょうがねえな。こいつはすげえぞ。ダイナミックな熱工学迷彩装甲に加え、完全没入型の認識システムをエイブンで操作可能。うん。さらに新型アクチュエーターにはチタン、バナジュ、ケブラーの合金が使われてる。これを見てみろ。完全統合型リンクだ。こいつが壁を登り天井からぶら下がったりしたら酔い止めが必要になるな。だな。気に入ったが。レイブンは専用の制御ユニットじゃない。レイブンはフラットヘッド専用の制御ユニットじゃないだろう。当たり前だ。
ミリテクのやつを使えば連中のシステムと自動的に接続しちまう。せっかく盗んだ品を追跡されちゃ困るだろう。そこで我らがレイブンの出番だ。神経動機も改良済み、追跡の心配もねえ。商品化して売りたいくらいだ。なるほど。まあまだ。まあまだな。素直じゃねえやつだな。はい。クレジット見せな。ブリックに支払い済みだ。お？ほう。ならブリックのことはいい。改めて取引しよう。なかなか話が分かるやつじゃねえか。とにかくこいつが欲しければまずは AT を見せな。ここに入ってる。落ち着け。ここに入ってる。そんなすんなり出していいのか。からかいがいのないやつだな。いらないのか。じゃあいらないのか。俺も暇じゃない。そういや、誰のせいか聞いてなかったな。お前のボスの名前は。でしょう。エクスターでしょう。エクスターでしょう。パシフィカの半分をめちゃくちゃにしたあのデブ。おかげさまでピンピンしてる。なんなら伝言を伝えてやろうか。で、話に応じる気になったか。なったか。ほら、クレジットだ。多分罠だぜ、それ。ミリテクの罠だぜ。アホめ。何に使う気かは知らねえがね。くそくそくそ、センターが壊れた。侵入されそう。ナイスナイス。よし、オーバーヒート。アホめ。閉じ込められた。ウイルスがセキュリティを作動させたか。リー、ボットと操作用チップを回収しろ。おうよ。なんとかしてここから出る。ボットとチップ両方取った。行くぞ。急いだ方がいい。さっさとここを出よう。早く新鮮な空気が吸えるぞ。しかし暗いな。ちょっと待って、もっと頑張ってよ。頑張って頑張って。こんなに暗くと思わなかったな。まあ、とりあえず一旦ここまでしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ヒーローでした。バイバイ。